の？一回家帰ってから遊び行きなさいって言ってるでしょ？違うよ、居残りだよ。ああ、なんだ居残りか。何の居残り？夏休みの宿題。ああ、そっかそっか、頑張れ。でもまだ終わってないの？6月だよ。あんた最終日にやっと終わったとか言ってたじゃん。本当に終わったと思ってたんだけど、多分夢だったんだよね。どんな勘違い？夢と現実の区別つかないの？それで現実の宿題は一つもやってなかった。最悪だ。全部夢だ。始業式の日、学校でランドセル開いて気づいたんだよね。そもそも宿題持って帰ってなかったって。そんなことある？ずっと学校に宿題置きっぱだったってこと？夏休みの間一度もランドセル開いてないの？いや、何度も開いて確認してたんだけど、多分それも夢だったんだよね。どんだけ夢の印象強いの？さすがに気づいて。まあでも今居残りでちゃんとやってるからさ。夏休み終わってもう結構経つけど、どのくらい終わったの？ちょうど今日全部終わったんだ。それでやったって喜んでたら、ちょうど目が覚めて。それも夢？残り中にも寝てたの？じゃあ実際は一つも終わってない。毎日寝てただけ。学校に残ってスヤーしてただけ。スヤーって感じだけどね。爆睡してんな。いびきかくレベルて。いやー、すごくハッピーな夢だった。現実はアンハッピーだよ。でもその後起きてから結構進めたから。どのくらいやったの？集中してプリント3枚終わらせた。で、先生にすっごい褒められてるとこで目が覚めた。また寝てたの？残り中に二度寝？どんなメンタルしてんの？しかもプリント3枚とか絶妙にリアル。結構頑張ったからね。現実で頑張って、夢で頑張っても意味ないから。あんたその調子だと冬休みになっても夏休みの宿題やる羽目になるよ。そんなわけあるからね。可能性としてはかなり高いからね。大丈夫だよ、夢の中では3日で終わったし。夢の話は忘れな。現実と混合しないで。まあだからあと6日もあれば全部終わるでしょう。え、なんで6日？普通に今回の宿題と去年の分だよ。いや、去年の未定室？これは夢？現実？え、待って、どういうこと？ちょっとパニック。そのまんまの意味、今年の宿題と去年の夏休みの宿題だから。それが理解できないの？丸1年放置してたってこと？そうなのかな。そうなんでしょ。だから今やってるんでしょ。てか去年は居残りなかったの？あったよ。それで僕も1ヶ月くらいはちゃんと頑張ってたんだけど、途中で気づいちゃったんだよね。あ、これ夢だって。いや、それも夢かよ。去年も寝てたのかよ。変な能力まで身につけちゃってんじゃん。それで目覚めたら8月31日で。まだ夏休み中だ。夏休み終わる前から居残りの夢見てたの？実際の居残りは行かなかった。行けよ。夢の中で頑張れるなら現実でも頑張れよ。そのまま月日が経って冬休み超えたあたりから先生も宿題の存在忘れて、うやむやになったのね。なんで去年は宿題やらなかったの？去年も夢で勘違いしてたの？いや、去年は普通にやってない。もう少しなかった。シンプルに怠惰だった。でも去年も夏休み終わり頃終わったって言ってなかった？それは冗談じゃん。なにその軽いノリ。上の方々？ドッキリドッキリ。何のドッキリ？ドッキリって言えば何言ってもいいと思ってる？てかこんな悲惨な状況なのに、なんでそんな余裕なの？だってきっとこれも全部夢だろうし。残念ながら現実で。観念してください。本当に明日からはちゃんとやりなさいよ。うん、怪しい返事だな。大丈夫だよ、僕だってちゃんと考えてるから。あら、そうなの？そう、このまま10月に入れば運動会、マラソン大会と続いて、また先生も忘れてくれるはずだから。いや、やる気はないんかーい。暴いて探偵、私の心を操る怪盗を。